黒目の端の延長上を意識してください。お顔の黒目の上というのも山というふうに考えています。眉山、眉山で、この眉山というのはお顔でいうと眉山、黒目、ずっとストンと下ろすとお顔がここにあるとすると、この部分を側面で言います。まあちょっと覚えておいてください、側面。そうすると顔が立体的になるのを意識できます。ファンデーションもここ塗らないと、塗らずにここをうまくぼかしてファンデーション、グラデーションしてみてください。顔変わりますから。なぜかというと顔はここまでありますよって、皆さんファンデーションでちゃんとここまであるってことをあからさまにしてるだけなんです。そうですね、ファンデーションここまで塗ってますもんね。こっちが塗らんかって、この部分が皮膚の方が暗かって、こっちの方が明るかったら顔って立体になる、小顔になりますよ。それから目頭から小腹の延長上ってことですね。まあここをトップと言います。まあ眉頭っていうことに考えてます。眉頭の延長上、そういうふうに考えていくだけで、もうお顔をこれからね、塗るところもいろいろ変えていけるんですね。